皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。冷凍ご飯をチンしました。これかけます。これなんだ、なんかさ冷蔵庫にあんねんけどさ、吹きわさび野沢菜昆布。さあお昼ご飯まで作るのはめんどくさいので、前の日のご飯を冷凍してこれをかけて食べるという適当ご飯です。ダイニングテーブルあるのに散らかってるからキッチンで食べます。めっちゃ美味しいね。これあればもうほんとご飯何杯でもいける。昨日の日ご飯もこれとご飯でした。こうやって乗せて食べます。何の動画って感じやな。とりあえずいただきます。やばっ、あと3、40分出ていかないとあかんから。うまい。とりあえずこれを食べて打ち合わせに行って、その後仕事ですね。普通に中にご飯何食べてるんですかって聞かれるんですけど、お昼はだいたい白ご飯と何かとか、まあ、たまに気が向いたパスタ作ってみたりとか。ウーバーをね最近本当に使わなくなりました。有料会員で送料が無料になるやつ入ってたんですけどやめて、なんかウーバーも飽きてきましてね。あとウーバー生活は太る、食べ過ぎてしまうので。最近のちょっと私のさ自分への文句を聞いてもらえますか。もうなんか本当にせっかちでやばくて、最近なんかせっかち病がマシマシになってきて、ずっと動いちゃうというかじっとしてられないというか。これでも原因は分かってて、 YouTube のね投稿本数を上げたんですよ。ちょっと気づいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、月15本ぐらいを目標に頑張って上げてて、ってなるとテレビだったりモデルの仕事だったり今なんかいろいろやってたりするじゃないですか。ありがたいことにねやらせてもらってたりとか、普通の仕事とかもある中で YouTube を合間で撮るっていうのは本当に大変で、これ NMB 時代からも変わらないんですけど、ただ隙間時間でとにかくやらないといけない。 YouTube のためにこの日休んでくださいっていうお休みはもらってないので、とりあえず休みの日か仕事の前にやるしかないって感じなんですけど、まあでもこの生活はもう慣れてるからいいんですけど、本数を増やしたことによって、でもとにかく時間ある時に撮らなきゃっていう気持ちになって撮りまくってたんですよ。でそしたらなんか2週間ぐらい先の、動画までできちゃって、でそこで余裕な気持ちを持てばいいのに、でもいつ忙しくなるか分からへんし、いつ止まってしまうかも分からへんし、やらなきゃやらなきゃと思って、なんかそれがずっと積み重なって、最近せっかち病がちょっとめちゃくちゃやばくてなんか自分に疲れるんですよね。なんか私本当にサボるということがすっごい恐怖というか、ありがたいことに YouTube 始めてから本当に人生変わったなってくらい、お仕事の量も増えて、インスタのフォロワーさんなんてもうすぐ100万人ですよ。どこにそんな100万人の人が見てくれてんやろって思うけど、ほんまに100万人も私のこと知ってるかって思うねんけど、ありがたいことにさそんな風になれてさ、自分がそんな風になれるなんて思ってもなかったから自分に戸惑うんですけど、でもちょっとでもサボっちゃったらもうさ代わりなんていくらでもいるしさ、私みたいな人なんていくらでもいるって思ってるからさ、ここで私がちょっとでもサボったらもう芸能人生終わると思ってなんか生きてるからさ、どうせすぐ忘れられるんじゃないかとか思いながら、やっぱそういう業界やん芸能界って、とにかく頑張るしかないと思ってすごいなんか頑張ろうとしちゃうねんけど、で全然その頑張ることは辛くないしお仕事は楽しいしいいねんけど、なんかそれがプライベートにまで出過ぎちゃって疲れるというか、なんか例えば友達とかが家に遊びに来てもなんかこうボーっと喋るってことができなくて、本当にそれまでに全てのことが片付いてたら全然いいんですけど、例えばその子とお昼に会ってその後夜には予定があるってなったら、家が綺麗な状態じゃないと家出れないみたいなのもあって、友達と喋りながらクイックライバーがかけちゃうんですよ。ほんま迷惑やしふざけんなって感じです。ゆっくりすればいいのにって自分でも思うねんけど、なんかできなくて、でもちょっとゆっくりしたらって友達に言われるくらいやばいねんけど、なんかでも私は手が空いてたら動かしたいみたいなタイプで、別に頭は回ってるから喋れるからクイックルワイパーさせてって思っちゃうんねんけど、それって絶対良くないやんか。なんかせっかく遊びに来てくれたりとかしてんのになんか申し訳ないなとか思うねんけど、なんか本当にそういうやつでなんか反省してるんですけど、この前もさなんか買い物結構友達として帰ってきて、友達が私の分の荷物も持ってくれてて、その動画の買い出しやったりとかなんかもいろいろ買ってたから、でマンションのエレベーター待ってたんですけど、なんか止まってて来なくて来ないなとか思ってたら、私の頭の中ではじゃあもう家入った瞬間靴脱げるように玄関でもたもたしたりとかしたくなくて、私の玄関結構花瓶とか置いてたりとかするから、なんか2人も入ってさなんか狭い中でもたもたしてて花瓶倒して暴れちゃったとかなったら嫌やなってことを頭ですごい想定して、エレベーターの中からブーツのねチャックを下ろし出すんですよ。なそれを見た友達がもうほんまにせっかちみたいな感じで心配してくれたんですけど、そこはなんか私自分は先のこと考えて動いてるって思ってたけど、なんかそれは私なんかと一緒よったら疲れるやろうなと思って、友達もちょっと気をつけようと思って、ね、さっきもさ洗濯してたんけど、洗濯終わったら動画撮ろうと思ってるからもう早く洗濯を終わらせたかったわけだから、もう洗濯が終わる2分前からもう待ち構えで洗濯機の前でピーってなった瞬間開けるみたいな、もうこんなんやねんほんまに私生活が。なんかそれをやってしまってんねんけど、自分は勝手に冷静な第三者の目で自分を見たら
えキモみたいな。自分に引くっていう最近の私のなんかせっかち事情なんですけど、教科書いる？だからさ、ご飯とかもまあこんな雑なわけやんか。動画とか回さんかったらさ、めちゃくちゃ早食いやねん。多分私動画とかでさ、ご飯食べたりとかするからさ、ファンの人もさ気づいてて、あかりんって食べるの早いよねって結構コメントとかでくんねんけど、本当に早くて味わってないねん。あかんねんけど、早食いって本当に体に良くないし、太りやすいから絶対にあかんねんけど、なんかもう一人でご飯食べる時間ってマジで無駄みたいな感じ。じゃあ食べんかったらいいやんって話じゃないけど、食べへんのお腹が空いて後々なんかダラダラしちゃうから、そこで体力がなくなってしまうから、とりあえず食べとこうっていうのがあるから、あれやねんけど、疲れんねん自分に。どうしたらいい？もう嫌なんだけどって思うねんな。なんでなんやろ。でもな、しょうがないっちゃしょうがないと思うねんな。コスメとかもまあもう正味来年の春のコスメとかも決まりだしてて、常にこう先のことを見据えて動いたりとかしてるから、今の間にこういう動画を撮っといてこういうアピールの仕方したいなとか、なんかいろいろ考えてたりもやっぱするのね。一応自己プロデュースの上でこういう見せ方を今をして、来年はこういう自分で見せていきたいなとかいろいろ考えたりするから、多分すごい先のこと考えすぎて、それがなんか私生活に現れてるのか、本当にひどくて、最近日付とかもなんか来月の日付変えたりとかすんねん。なんかこれ病気かな、ほんまに。落ち着きたいの、私は。すっごい本当に前まではそんなことなかったんけど、なんか最近帰ってきてお風呂にすぐ入らんかったらダラダラしてしまう自分がいるから、なんかそれが嫌で、一回座ったら終わりと思うから帰ってきた瞬間お風呂入るんですよ。なんかそしたら大体帰ってくるのがさ、まあ、夕方とか、まあ、仕事やったら7時とかやから、でちょっとでもさ仕事で遅くなったりとかして9時とかにさお風呂入ってなかったらめちゃくちゃ焦んねん。やばい、今日まだお風呂入ってないみたいな。なんか自分の中でこう慣れてきたルーティンが壊れると、もうすっごい焦ってどうしようどうしようっていう気持ちになって、なんか不安になるんだけど、どうしたらいいかな。それをなんか何とも思ってなかったのね、最初は。でもなんか友達にちょっとほんませっかちすぎんとか、なんか落ち着いてってなんか言われることが増えすぎて、おかしいんかなって思って、共感者いると思ってちょっと動画を撮ってるんだけど、これ大丈夫かな。大丈夫やな、別に。でも別になんか仕事に支障出てるわけでもないし、むしろ早く物事が終わってて、仕事を貯めるってことが本当になくて、もう人には迷惑はあんまかけてないと思うんですけど、なんかプライベートでちょっと友達とかをせかしてしまってるのかなって思って、すごい迷惑じゃん。それをね、中学時代からの親友とね、この前電話してて悩みを打ち明けたわけ。私おかしいんかなみたいな。親友もそういうタイプで結構せかせかするタイプやったから、結局共感してもらって終わってんけど、でも私らおかしいんかな、大丈夫なんかなっていう話に至ってさ、なかなかちょっと遠いから会えへんのよ。なんか今日は電話しようなってなんか約束してて、その日は。でももうその日もごめんやけど、親友にはごめん家事しながらやるなって言って、私なんかぼーっとするのも嫌やねんって言ったら、親友も家事してて、二人でガチャ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 てかさーとか言いながら、お風呂掃除とかしながらさ言ってるわけ。ちょ排水口ハイターするわとか言いながら話途中で終わってまうねん。それまで話してた話、何の話これ。うん、分かった。野沢菜昆布美味しいからみんなも買ってみて、おすすめよん。やばい、あと30分で洗い出して着替えて出てかんと。はいっていう感じで、もしこの動画に共感したよって方いたら言ってください。大丈夫かな、なんか自分でちょっと心配になってきたから、ちょっと大勢に聞いてみたくて、皆さんはどうですか、なんか共感したこととか、こう冷静な目で見て私をどう思うか言ってください。ということで、お仕事行ってきます。以上、あかりんことでした。あかりでした。バイバイ。